お、夜だ。その晩、まあ眠れないわな。ゼフのやつうまくやってんだろうな、うまくやってんだろうな。か、まああいつのことだ、心配ねえか。なあゼフ、俺も今まで必死に薬師やってきたけどよ、少しは近づけたかな、あの人みたいに。吹けば飛んでいきそうな小さな村だぜ。だが俺が生まれた村だ、それと薬師になった村。ゲルタスは昔から口を開けば愚痴ばっかりで、メリルはしっかり者だが、たまに相談乗ってやんなきゃ。アレクじいさんの責任も心配だしな。そしてゼフには昔から迷惑かけてばっかだ。薬師だった親父さんに一緒に学ばせてもらって、お互い薬師になったら金勘定もしてもらって。あ、そうだ、やっぱこの村には俺がいてやらなきゃな。やった、いけねえ。さてゼフのやつうまくやったかな。オフェン、はい。峠を越えたよ。あ、すいません。ミナは解放に向かってる。よかった。おお、やったじゃねえか。お前のおかげだぞゼフ。ありがとうアーフェン。うん、なんてお礼していいかわからないよ。いいって、苦しむ人がいたから助けたんだ。うん、当たり前だろそんなもん。薬師だぞ俺らは。なあ、その言葉、いつだっけ、君が子供の頃大病にかかった時、あの時ばかりは僕の父もお手上げだった。うん、でも通りがけの旅の薬師が薬を渡してくれて。うん、よし、これでもう大丈夫だ。ありがとう。どうして助けてくれたの？うちお金ないぞ。いいかい？ん？苦しむ人がいたから助けたんだ。当たり前のことだよ。そっか。俺も、ん？おじさんみたいになれるかな？そうなるには、あの日から君は彼の背中を追ってきた。そうなるにはこの村にいるだけじゃダメだよな。あの人のように苦しむ人を助けたいって。なあ、あったな、んなことも。なあアーフェン、君とはそれからずっと一緒に勉強してきたね。ゼフは分かってるんでしょうね。だからなんとなく分かるんだ、君は本当はこの村を出て世界中の人を救いたいんだよね。あの旅の薬師のように。バレてたか。うん、バレてたよ。いい言い方だな今の。この生まれた村があんだよ。うん、ゼフ、お前の腕は知ってる。俺と同じ、いや、ちょっと上かも。そうなんだ。
けど俺がいなくなったら一人で村を見ていけんのか。それに俺がいなきゃ誰がゼフをからかってやるんだ。誰がゲルタスの愚痴を聞いてやるんだ。メリルの恋話はどうだ、うん、恋話ちゃんと言うんだ。全部僕が引き受けるさ。大丈夫、何も心配いらない。僕が命に変えて村を守る、約束する。だからさ、行っておいでよアーフェン。君らしく胸を張って。バカ野郎。本当だよ。行ってくるぜ母ちゃん。そうね、挨拶は済ませておかないとな。どこまでやれるかわかんねえけど、あの恩人さんみたいに大陸中の人を救ってくるぜ。ちゃんと帰ってくるんだぞ。しっかり見ててくれな。ちゃんとただいまって母ちゃんに伝えてやるんだぞ。お前よかった、やっぱりまだここにいた。なんだゼフ、見送りならいらねえぞ。選別を渡そうと思ってね。ん？つまらないものだけど。じゃあ渡すなや。僕のカバン。な。よかったら使ってくれないかい？君がどこかで薬を作るとき、僕もいつも一緒にいるよ。ああ、マジかお前。やれやれ。本当につまらねえな。それしか思い浮かばなくて。ありがたく使ってやれよ。まあ大事にしとくぜ。ありがとう。じゃ俺のも使ってくれ。うわあ、もちろん大切に使わせてもらうよ。村を離れてもお互い親友として、学友としてそばにいるんだな。ま、同じ薬師を目指したものとして。行ってくるわ。うん、行ってらっしゃい。ゼフにも言うんだぞ、ただいまって。帰ってくるんだぞ。かくして薬師アーフェンは旅立った。かつて自らの命を救ってくれた恩人のように、大陸中の病める人々を救うために彼にどんな運命が待ち受けているのか、今は誰も知らない。うわー、でもいいゲームだな、このゲームは。ちょっとうるっとくるわ、もうこの段階で。こんにちは、メリル。恋バナしてくれる人、瓶詰めの手紙が川から流れてきた。手紙にはこう書かれていました。生まれたばかりのあなたを見捨ててしまった、遠くの母より。はあ、え、そんな急に。メリル、そんな急に重たい話を。メリルの持ち物を奪っても、うわ、じゃこの村のメリルも別にこの村に生まれたわけじゃなかったってことですか。そんなサイドストーリーで終わらせていい話か。十人十色の物語があるな、このゲームは。うん、ゲルタスは愚痴を言う子か。おしゃべり、ありがとう。そこ引き出すことでこういうアイテムの情報とかも得たりできるってことですね。ねえ、おじいちゃんがね、遠くから会いに来てくれるんだ。お土産たくさん、早く会いたいな。この子はなんだっけ。ああ、おじいさんがどっから来るのを楽しみにしてると。うん、アーフェンはいつも川で取った魚をくれるし、ゼフは妹思いでみんなの面倒も見てくれるしさ。メリルはいい子だけど、なんていうかどっか遠い目をしてるんだな。ああ、人の悪口を言ったことが一度もないっていうのはいいですね、彼の。うん、聞き出す。うん、
ありがとな。これ盗むしたら何もらえるの？ああ、薬の材料か。それっぽいな。ここか。睡眠科の薬。この人から聞き出すはレベル10にはなってきないんだよね、確か。あとこの人か。再読、ストーリー。ん？虹酒漁師。はあ。虹酒の量が減った。自然を大切にしたいという気持ちから、魚は最低限しか取らないようにしてる。へぇ。なんか、天才。なんかこの町の人たち、いいなぁ。この町、いいなぁ。住みたい。僕もなんか、メリルのお父さん、あ、聞き出す。実は本当の子ではないが、それを伝えられずにいる。ありがとな。メリルの過去の情報を手に入れてしまった。なるほど、こうやって手に入れた情報を、これを、じゃあメリルに。伝えよう。イベント始まった。え、私はここで生まれた子じゃないって。そんな嘘ですよね。嘘じゃないんだメギル。父さん、母さん、いつかは話そうと思っていた。19年前、ある女性が赤ん坊のメリルを抱えて訪れた。この子を預かってくれないか。いつか引き取りに来ると。子を授からなかったわしらは不思議な縁を感じ引き受けたんだ。そんな。でもその人はいつまで経っても戻ってこなかったの。月日が流れ、私たちはあなたを実の娘と思うようになったわ。私は本当の母親じゃないけど、あなたへの気持ちは。母さん、私も愛しているわ。でも私、この手紙の主に会いに行きたい。勝手を言ってごめんなさい。そこに私が知るべきことがある気がするの。気の済むようにしなさい。わしらは無事を祈っておる。ありがとう父さん。手紙は川から流れてきたわ。きっと手紙の主は、手紙の主は川の上流にいる。すぐに荷物をまとめるわ。行ってきます。ありがとうございました。きっと手紙の母を見つけます。あー、一回伏せて走るその仕草、ごめんねメリル。うわー、めっちゃお金手に入れたし、ナッツも手に入れてしまった。あー、そうか。やっぱそれぞれのなんていうか、物語というか、いろんな人の人生っていうのはあるんだな。こういうなんかゲームを通じながらも、人にはやっぱ人生ってのがそれぞれあるんだなってことを思い知らされますよね。さあ、残り40分ぐらい。おそらくもう一人の主人公を体験することはできないんじゃないかなと思うんですよね。なので中途半端に終わるよりかは、ここで二人の主人公と出くわして、あっと、推奨レベルが上がってる。そうか、一人一人こなしていくごとに推奨レベルがどんどん上がっていくんだね。まあまあ、製品版が発売されましたら、プリムロゼ、オルベリクと体験版でやった二人にも出会いかな、二人にも出会い。その後、トレサ。そして僕がもうすでにちょっとやってしまったサイラス、オフィリア、そして、ハンイット。この、全員を回ってテリオンの第2章。そうか、他のキャラクターの第2章ももちろんあるんだね。
まあまあ順番的にこう行ってこう行くのが良いだろうと思うので、そんな感じで世界を巡っていこうかなと思います。なのでまあ体験版、序章プロローグの体験版ですね、実況としてはこれまでで、このデータは製品版にも受け継げるようになってますので、製品版はこの続きからやっていきたいなと思っています。またぜひ製品版が発売された際にもご視聴いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。体験版ともどもご視聴いただきありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。ありがとうございました。